どうもすみません。安田記念出走馬一頭ずつについて喋っていこうと思います。ちょっと最初にどうでもいい話で申し訳ないんですけれども、この動画の更新は急に止まって、それ以降更新がなくなるっていうことは普通にありますんで、そちらの方はあらかじめご了承ください。この動画作ってて僕は1円ももらったことないですし、約3年間で約450本前後、1本につき5時間から10時間ぐらいかけて作っていて、 そうういいっったような頭のおかししことをやってますし競馬に限らず芸人としてですね芸人っていうのは24時間芸人じゃなきゃいけないですしいろんなものを犠牲にして人生も犠牲にしてっていうような形でやっていかないと何か一つ抜きん出たものをできるような人間になるっていうふうに覚悟を決めるっていうことはそういうことでもありますしまあ全然かっこいいことじゃなくてただ普通のことができないっていうだけなんですけれどもそういうような形でまあ何かのタイミングで 全て終わりっていうふうになる可能性は普通にありえますんで、まあ、それは家族や知り合いの前から一切消えるような、そういったようなこともありえますんで、まあ、これ、暗い話じゃないですよ。全然僕からすると大したことじゃないので、大した話じゃないんですけれども、でも、そういうふうに、ただ切れたときに、特に皆さんはいろいろ考える必要はないので、ただ終わったんだなっていうふうに考えてもらえればっていうところですね。もちろん単純に通信費が払えなくなくって 携帯電話やタブレットを全部手放すっていう可能性もありますし今は実家にいるんで更新できてるんですけれども家族とお別れをする可能性もなくはないんでそういった時に1人でどっか消える時に一文なしで全く何も持たないっていう形だと更新できないっていうのは当たり前なんでまあまあそれはまあ本当に暗い話ではないんで本当に誤解しないでもらいたいんですけれどもまあ僕は全然そういうような人生は全然大丈夫なタイプなんで。 まそういうこともありうるということで、まあ、とにかく更新が止まってもあまり皆さんは気にしないでくださいっていうようなところですね。それでは安田記念について入っていきます。結構いいメンバーが揃ってますね。で、いいメンバーが揃ってるってだけではなくて、いろんな路線からここに集結したっていうような感じで、力関係がまだよく分かってなかったりだとか、あとは馬の本質的な能力だとか。 馬の個性だとかそういったところが読めてない人たちもいっぱい馬券を買ういっぱい予想するっていう中でそういった中でいかにここのメンバーの個性を捉えて力関係だとかいろんなものを考えていけるかっていうそういったような面白さもありますね。例えば去年おととしのコバの中距離戦線だと似たようなメンバーがずっと揃っててあまり変わり映えがしなかったんですよね。まあ、もちろん北三ブラックとか ブラックに武豊樹氏が乗ってるだとかそういったような注目点面白さっていういい馬もいたっていうのもあるんですけれどもでもやっぱりそのどっかのタイミングで新興勢力が入り混じるみたいなそういったのが面白いですしそういったような要素を今回の安田記念には感じられますんですすごく面白いいレースだと思いますね。そういった中で馬場がどうかっていうところが気になります。 G1 が重厚感のある自力勝負になるかどうかっていうところは結構馬場が影響しますよね。で近年はちょっと馬場が良すぎる傾向にあるんですよね。基本的にですねババは多少荒れてた方が自力勝負になりやすすいんですよねそういった中で近年の馬場はですね時計が速くなりすぎたり前残りもしくは器用に立ち回った方が有利っていうようなそういったような馬場になることもあってそれが G1 の自力勝負ってものの邪魔をすることが結構あるんですよね。で、近年はですね、コバの G1 で信頼できるババコースっていうのはですね、宝塚記念の2200メートルだけなんですよね。3歳馬だとか2歳馬ということになると、阪神の1600メートル、あそこのコースっていうのは2歳馬、3歳馬にとってタフなコースですんで、桜花賞だとか、 ジュベナイルフィリーズだとかアサヒハイフューチリティステークスだとかあの辺なんかに関しては自力勝負になりやすいんですけれどもでもコバに関しては宝塚記念ぐらいかなっていうような感じで有馬記念はですね以前は冬の中山はタフで自力勝負になるっていうような感じはあったんですけれどもでもマンハッタンカフェの時代あたりからですねちょっとババが変わってきまして結構軽めというか。 スピードと器用さを求められるようなな感じになってきたんですよ、ね、で、他のコースに関しても東京コースも直線が長いからといってそこまでタフっていうような感じにもなくなってきててダービーに関してもキングカメハメハとかあの辺が走ってた時代なんかはうちの方がだんだんと荒れてきて外差しが効きやすかったりだとか分かりやすい馬場になってたことが多くて、まあ、基本的に差し追い込みが効きやすい馬場の方が自力勝負になりやすいんですよね。 千コバだってそういったようなババでも自分で早めに外に出すとかそういったような本当に強い馬ならそういうババをこなせたりはしますんでクリアできたりはしますんでそういった意味でも基本的には差し追い込みが効きやすいようなある程度荒れたババですねコーナーから厳しい競馬になりやすいようなコースの方がババ状態の方が自力勝負になりやすいっていうところがあってそれは今はコバでは宝塚記念だけなんですよね。宝塚記念もま昨日の ナルオ記念ですねババを見た感じだとちょっと軽くなりすぎてて、まあ、もしかしたら今年は宝塚記念のババも期待できないかもなっていうような感じが不安が出てきたかなっていうようなところですね。で、まあ、本当にその JRA さんの幹部の人たちもしくは造園家の人たちの思惑がちょっとわからなくて、まあ、以前からそういったババに関してはですねいろいろと。 ジョッキーーとととかかか調教師さんんクレームつけたたりだとかあったんですよね例えば競馬歴長い人だと覚えてるとは思うんですけれどもグリーンベルトの問題ありましたよねグリーンベルトっていうのはですね一旦仮柵を外側に作ってそれでそこで競馬を作って仮策のところは馬場が荒れてくるそういった中で急に G1 のある日にその仮策を取って内側の方だけグリーンベルトっていう綺麗な馬場になるっていう。 先行馬やあとはうを立ち回った馬が有利な馬場で g 1をやったりしてた時代があったんですよね。まあ、その分不利だとか危険性も増すっていうような感じもあったりなんかしましたしスペシャルウィークが皐月賞で負けたのはそのグリーンベルトのせいで負けたんですよね。まあ、もちろんセーフスカイも強い馬でグリーンベルトだけが原因で勝ったわけでもないんですけれどもでもやっぱりそういったような不可解な馬場の作り方をしてた時代もあったぐらいで。 そのグリーンベルトはなくなったんですけれどもでも今の時代なんでここまで高速馬場を求めるのかっていうようなところがあって重勝や g 1でレコードが出たらボーナスでももらえるのかなっていうふうに思ってもおかしくないようなそういったような感じなんですよねやっぱり高速馬場だと馬の足元にとって良くはないですよねオークスで骨折したリリー・ノーブルダービーでクッケーンになった北のコマンドール 高速馬場が影響した可能性はなくはななくいいと思いますね基本的に高速馬場だとクッキーンになるリスクが高まるっていうふうに言われてますね。特に G1 クラスの馬だと脚力が強いんでその分クッキーンになりやすい傾向にはあるっていうふうには言われてます。で荒れた馬場ですね荒れた馬場だと骨折をしやすい傾向にあるっていうふうに言われてるんですけれどもでも ヨーロッパの方の荒れたババと比べると日本の荒れたババっていうのは可愛いもんである程度ババのいいところを選べばもしくはもともとクッション性を高くしておけば問題ないっていうところが問題というか問題あるんでしょうけれどもリスクは低くなるっていうところがありますんでそういった意味でも高速バを作っていいく意味があんまりわからないんですよね。もともと JRA さんの幹部とですねジョッキー・調教師の間には隔たりがあったんですよね。 JRA さんっていうのは結構閉鎖的な組織であったりしますんでそういった意味でもジョッキーや調教師の中から理事的なポストを代表として作って常に話し合うっていうようなそういったような感じにしていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。ほ、まあ、他の世界に関しても閉鎖的な組織が結構問題を起こしたりしますんで、まあ、そういった意味でもやっぱりクリアにして閉鎖的な感じをなくしていった方が全体スムーズにいくようになるんじゃないかなっていうふうに思いますね。 で、今回の安田記念の馬場に関してはですね土曜日の競馬を見た感じだとやっぱりまだ高速馬場かなっていうような感じはありますし先行馬たちも有利っちゃ有利かなっていう感じはあるんで、まあ、直線を向いた時に真ん中よりも前にいるっていうようなそういったような馬が構想する可能性は普通にあるんですけれどもでも結構真ん中ところ外に出したような差し追い込み馬が構想するパターンも そうううういいっったたよよななな展開もあか感じで道中に関してはなるべく4コーナーを回りきるまでは内立ち沿いに近いところなるべくロスの少ないような立ち回りをした方が有利とは思うんですけれども直線に関しては強い馬だったら真ん中ところ外に出して広いところから伸び伸び走らせるっていう形の方がどちらかというとリスクは低いかなっていうふうに思いますし馬が強ければそういう競馬をした方が 良いい展開になるる可能性はあると思いますねですから馬場に関してはですね徐々にフラットに近いような感じにはなってきてますしマイルっていうレースはですね特殊ですんでそういった意味でも、まあ、そう簡単に先行馬たちも自力がないとっていうような感じのレースになることが多いんで、まあ、今回に関してはどういう展開になるかどうかそれはまあ競馬に行ってみないと分かんないんですけれどもでも基本的には差しも効くっていうふうに考えて想定していきたいかなっていうふうに思いますね。 続いいてててはレース展開について考えていきます。どの馬が逃げ出そうかというところでアイロリッドがゲート出たら行く可能性はあり得るかなっていうふうに思いますね前走のビクトリアマイルの時は追い出しが遅くて後ろの馬にワッとこられたっていうような感じで足を余したような競馬になったんですよねで戸崎騎手はですねダービーのエポカ道路で逃げて後半結構ギアを上げるような積極的な強気の競馬をしたんですよね ああいうような競馬を土崎騎手がしたことはあんまなかったんで東京での強いまでの乗り方っていうことに関してはあれでコツをつかんだ可能性があるかなっていうようなところでそういったような競馬をした時にはアイロリッドは怖いと思いますねでも他の馬たちですねちょっと成績の悪いような馬たちについては思い切ったことをしてほしいなっていうような気持ちはありますね例えばウィンガニオンとかこの辺なんかは行かなきゃあんまり出走した意味がないかなっていうような感じもありますし 例ノールとかかモズハスコットこの辺なんかも先行すするる可能性はあとと思いますねとにかくそもそもとしてマリの g 1が激しくて面白みがあったのは先行馬たちがそういったような厳しい競馬を作ってくれたっていうところもありましたんで近年はロゴタイプのスローの逃げだったりだとかなんか g 1として締まりのないようなレースも増えてきましたんでそういった意味でも力の劣る馬たちについては見せ場だけは作ってほしいなっていうようなそういったような プロ根性は見せて欲しいなっていいなうに思いますねでそれでアイロリッドみたいな能力のある馬が逃げた場合と力の劣るような先個馬たちが逃げた場合ですねその場合だと展開ががガラッと変わるる可能性があるんですよ,ですよねやっぱりアイロリッドあたりが逃げた場合だと結構前目の方から器用に立ち回った馬が構想できるそういったようなやっぱりある程度前が止まらないような展開になる可能性があってそれに対して 力の劣るような馬たちが玉砕的な競馬をして背面手応えが悪くなった場合その場合だと内側の方がずるずると下がってくるような感じになってその分真ん中どころを外から刺すような馬が構想するパターンが出てくる可能性が高まるかなっていうようなところでまあ基本的には僕は力の劣る馬たちがですね結構積極的な競馬で厳しい競馬をしてくれるっていうふうに期待したいなっていうような感じですね。展開に関してては,結局は機種次第で飽きてみないと、 蓋を開けてみないとわからないところがありますんで、とにかくそういう風に振り切って考えていきたいと思います。それではうちの方から1ーずついきます。スワブリチャード。スワブリチャードは能力のところで84、1枚上の評価をしているように、能力的には1枚上かなっていう感じがあります。でも何をもって能力が1枚上、何をもって強いっていう風うに評価するかっていうところが鍵なんですよね。 ソワブリチャードがここのメンバーで1枚抜けてる感じなのはスピード能力タフさ g 1馬としての資質そういったようなところかなっていうような感じで単純な切れ味瞬発力ということに関してはここで抜けてあるかというとそういったような印象はないですし例えば瞬発力勝負っていう感じじゃなくてもゴール前での一貫ン二2カンポでの競り合い それでも一番強いっていうふうに断言できるかというと現時点では難しいんですよね。で基本的にですね競馬っていうのはですね競馬において能力を100出し切れるような馬っていうのは少ないんですよね。レース展開だとか対立だとかあとは乗り方によって無駄に足を使ってしまって足の使いどころを間違うだとかそういったようなことは普通にあって。 やっぱり競馬は1頭でやるものではないんで能力を100出し切れない馬がほとんどないんですよねですからスワブ・リチャードが能力が高いからといってもしかしたら 70%80% しか能力を出し切れない可能性があってとなると他の馬たちにもどっかレース展開の好きだとか乗り方仕掛けどころもしくは瞬発力で逆転できる可能性は普通にありますし東京のマイル戦っていうことを考えると スワー・ブリチャードとしてはその能力でねじ伏せるっていうことが簡単にはできない展開になりうるっていうことですね。それでこのスワー・ブリチャードのような中距離の横綱クラスが安田記念に出走するパターン、一昔前は結構あったんですけれども、近年はほとんど記憶にないですね。グラス・ワンダーをちょっと思い出すかなっていうようなところで、グラス・ワンダーっていう馬はですね、かわいそうな馬で小馬になってから、 分以上のい,い仕上がりででで出走できたののは3回だけで他のレースに関しては仕上がりとしては6分7分だとかもしくはズタボロの状態に近い中で勝ったこともありますしそんな馬だからグラスワンダーっていう馬は化け物だったんですよね。例えば有馬記念のスペシャルウィークとの花咲の接戦あのレースは名勝負っていうふうに勘違いされてますけれどもあのもん名勝負でも何でもないんですよね。 グラスワンダーはずタぼロの状態で出走して乾燥できるかどうかも分かんないようなそういったような状態だったんですね。そういった中で勝ったっていうところに感動するわけで僕はリアルタイムで調教とか見てましたんでその頃の状況を分かっててこういうふうに分かるんですけれども、まあ、歴史上ではねじ曲がった形で受け継がれるっていうところはあると思いますんでちょっと喋ったところもあるんですけれども、まあ、そういったようなグラスワンダーがちょっと関係するんですがスワブリチャードとちょっとその。 能力で勝負するタイプということに関しては似てるかなっていうようなところがあってそのグラスワンダーは安田記念に出走してエアージハードの200に敗れたんですよね。でその時のグラスワンダーっていう馬はですねだんだんとですね小判になってから右回りの方がいいような馬になってたんですよね。もともとはですね2歳の時にグラスワンダーはアイビーステークスだとか楽勝したこともあったんですけれども。 そのの頃と比べててだだんだん嫌気をさしてきたのか直線で集中力が持続しなくなったのか東京コースみたいな直線の長いコースだと突っ張って走るような癖が出てきたんですよね多分あの時代の主流の調教スタイルっていうのはビシビシ追うっていうようなところがあってそういった中で一生懸命走ってるのに無ちビシビシ入れられたらまあ嫌気さす可能性があるんですよねまあそういった中でバランス崩したりだとかまあ何か追われた時に 嫌ななな感覚は出てて突っ張っっっ張走るようになったっていうにたたといころもあったんじゃないかなないいうにに今になっては思います、ね、で、そういったような感じで左回りの東京だとグラスワンダーっていうのは追い出して突っ張って走ったりバランスを崩すようなところがあったんですよね。でそれでエアジハードに刺されたっていうところがあってそのグラスワンダーも能力で勝負するっていうようなところがあってスワー・ブリチャードもそういったような能力で勝負するがゆえに乗り方によっては。 そううういいったよよな墓穴を掘るる可能性は普通にあるっていうことなんですよね。まあ、グラスワンダーに関してはですねあの頃の安田記念はうちの方が荒れてきててそういった中でとにかく外を回って最後方から大外から一気に動くみたいな競馬をしてれば楽勝したとは思うんですけれども、まあ、中途半端にポジションを取りに行ってバブの悪いうちの方に押し込まれながらしかも突っ張って走るっていう中でヤアジ・ハードに刺されたっていうところがあってこのスワー・ブ・リチャードに関してもですね ポジションを取りに行く競馬をすれば、それほど、そういう競馬をすればするほど、背足の切れが鈍る可能性があるんですよね。それは競馬において当たり前のことなんですけれども、やっぱり極端に後ろから行った方が切れる足を使える傾向にはありますので、もしポジションを取りに行くような競馬をした場合だと思ったほど、切れる足を使えなかったりだとか、もしくは先行馬たちというのはですね、4コーナーから直線にかけての勝負どころで、 壁になったりだとかブレーキをかけなきゃいけないような感じになった時にそういった時にそれが致命的なロスになる可能性があるんですよねそういう風にブレーキかけてスピードに乗ってないうちに後ろからわっとこられたりなんかしたらそういう形だと競馬の展開としては不利なんですよねですからある程度ポジションを取りに行った場合の競馬でもそういったような危険性がありますしあとは後ろから行くにしてもスワブリチャードが一番切れる足を使えるかというと そうとも限らないっていとうことですねもちろんここでナンバーワンの足を使える馬の一頭とは思うんですけれどもでも他の馬にもいい足を使えるような馬たちがいるということで単純に勝ちきるということに関してはそんなには簡単ではないと思いますただやっぱりスワーブ・リチャードっていうのは能力の高い馬である程度器用に立ち回れるっていうようなところもありますしミルコ・デ・ムロクシが乗るっていうこともありますんで基本的には 三着以内に来る確率は一番高いいと思いますし掲示板以上ということに関しては相当なことがない限りは掲示板を外すっていう可能性は低いと思いますね。要するにオッズというものを考えずに本命を選ぶとしたらスワブリチャード本命にしてもいいっていうふうに思います。ですがそういった中で勝ちきれる可能性もしくは。 2着以内連に絡む可能性ということに関しては全般の信頼を置けるかというとそこまでの条件は揃ってないかなということですね。例えば 2,000m ぐらいあればですね途中ペースが緩んだ時に自分から動いて競馬を作って他の馬たちを潰すような、まあ、大阪杯なんかは自分から動いていって他の馬たちを潰したっていうような競馬ですね。入ったような形で、で、能力で 他を圧倒するっていうような乗り方はできるんですけれどもマイルっていうレースはですねやっぱりマイルのレースに乗っかるしかないところがあって、まあ、その分マイラーの資質を問われるっていうようなところがあるんですよねですからマイラーで強い馬っていうのはほとんどいないんですよねモーリスは強かったけれどもでもやっぱり墓穴を掘るようなレースが多かったんですよね 待機シャトルっていう馬だけは全然違ってもうマイラーの中で抜けて強かったんですけどもあの馬なんかどっからでもスッと抜け出すハイペースでも手応えよくもったっきりで回ってこれるというようなそういったような本当のバケモンだったんですけども待機シャトルぐらいしかマイラーとして本当に強い本当に信頼性があるっていうような馬はいなかったんですよね。ですからそういうふうにただでさえマイルの G1 っていうものは難しいところがあって。 ちょっとしたことがあれば勝ちきれないというようなレースは普通にあるんですよね。ですから、コース的にも、もしかしたら切れ味勝負、スローの良いドンになる可能性もありうる、もしくはある程度ペースが流れても瞬発力勝負になる可能性もあるというような東京コースのマイルなんで、スワブ・リチャードにとっては条件としては最高というわけではないんですよね。里のアレス サトノアレスは2歳王者にはなったんですが3歳の時期は調子を崩しましてやっと今年になって調子が戻ってきたかなっていうような感じはありますね。で前走の慶應杯スプリングカップの時も一種の切れ味に関してはかなりのものを感じましたし足をためての切れ味勝負っていうようなタイプかなっていうようなところですね。 でもちょっとそのゴール前で甘くなるところがあるというかじり足っぽいところもありますんでその一瞬の足の使いどころが大事かなっていうような感じですねまあ海老名騎手はちょっとここ23周調子は良くないかなっていう感じはあるんですけれどもまあ、でも自分から走るようなところがあるタイプの馬ですんである程度は海老名騎手の立ち回りのうまさっていうところが生きる可能性はあると思いますねでそういった中でですね、僕は今回の追い切りを見た時ですね ちょっと脚力が落ちたかなっていうようなちょっと硬くなったかなっていう感じに見えて少しだけ出来が落ちたように見えたんですよねでも何度か状況を見直すうちにそんなに悪くもないかもなっていうような感じに見える時もあってこの間に関してはですねもしかしたら出来が落ちてる可能性もありますし逆に出来をキープできてる可能性もあって。 その辺に関してはパドックでバタを見てみないとっていうところがあって注目点はですね友やお尻の方が勝ちすぎてないかっていうところですねそれで足先の方が軽くなりすぎてたらそれは瞬発力がないタイプの馬になってますんで調子を崩してた時の里のアレスになりますんでそういう感じになってたら僕は消しっていうふうに思いますでまあ現状ではですね やっぱりそのどっちかわからないいいのか悪いのかわからないような状況の中でしかももともと切れ味タイプということでその切れ味がないような仕上がりだった場合だとここではちょっときついかなっていうような感じがありますし万全の状態でやっと上位56頭の中で重い印を打つかどうかっていうふうに迷うようなところなんで、まあ、現状ではとりあえずは抑えの評価もしくは手広くいくんだったら消してもいいっていうぐらいな評価にはしておきます。 でも僕はリス・グラッシュを本命した理由っていうのは手広く行きたいっていうところもありますんで人気がないんでサトノアリスは100円でも抑えても40何倍とかはつくと思いますんで抑えておく必要はある馬の一頭であるかなっていうふうに思いますね。ダッシングブレイズダッシングブレイズは早い段階で活躍しててそれで若者の頃はですねもっとシュッとしてて足を溜めて素足を生かす。 チータータのよよううなな走りをしてたたところももあったんですけれども、まあ、それでコーナーからペースが流れる中で足を貯めるっていうような競馬がベストかなっていうような感じがあったんですけれども、まあ、そういった中で一番いい時にジョッキーがうまく乗り切れなかったなっていうようなところがあってもっと好成績を収めて普通に種馬に慣れてた馬かなっていう感じだったんですけれどもちょっと種馬になれるかどうかは微妙になってきてちょっとかわいそうだなっていうところはありますね。 血統的にも日本にはあんまりない、キツンズジョイですね。いいなというふうに思いますので、なんとか手を差し伸べられる牧場の方がいらっしゃいましたら、タネムマンしてほしいなというふうに思いますね。で、今はですね、コロンとしまして、やっぱり動きが窮屈になってて、個人マリりともしてますし、筋肉の質もしてまして、ちょっと厳しいですね。パンチが足りない分、乗り方が難しいので、例えば、 平均ペース、ハイペース、ワンペース気味の競馬になってばらけるような展開でうまく前残りのパパを生かせるだとか、そういったような奇跡的なことがあれば残る可能性はあるんですが、基本的には厳しいと思いますね。アイロリッド。アイロリットとリス・グラシュに関しては、ビクトリア・マイルの前から男馬相手でも、天皇賞相手でも通用するレベルだっていうふうに高い評価をしてましたし、 ヴィク,、ね、クトリア・マイルはですね中途半端に雨が降ってまあどちらかというとパンパンのバブルの方がいいかなっていうような感じの馬ですんでちょっとマイナス面があったかなっていうのとあとは戸崎騎手がムチを入れるのが遅いんですよね基本的にですねちょっとずぶいところがあるような馬だったりなんかすると一発でも早めにムチを入れとくと従順になる。 そういったような傾向にありますですからこのアイロリットはですねずぶくて追わせるようなところもありますんで早めにムチを入れるっていうことが重要だったんじゃないかなっていうような感じでですから横山紀弘騎手なんかは NHK マイルの時は早めにムチを入れてましたよねそういったようなことが必要な馬なんじゃないかなっていうふうに思いますねでそのビクトリアマイルはですねやっぱり登崎騎手がですね丁寧に乗りすぎたというか まずは手綱で何とかして体勢を整えてから直線半ばぐらいからムチを入れるっていうそういったような頭の硬い乗り方を結構やることが多くてその結果アイロリッドはですねビクトリアマイルの時は外から早めにかわされてしまってかわされてしまってからムチを入れてるんですよねそこから伸びて差し返してるんですけれども切れ味ということに関してはそこまでないタイプの馬なんで結果として足を余してゴール前まで頑張ってるっていうような競馬になったんですよね。 ですから早めにムチを入れとけば勝てた可能性普通にあったと思いますしそれぐらいの能力はあるまですしその土崎騎手はですねやっぱりそのレースに限らず条件戦でもその融通が効かないようなに念に乗りすぎるようなことが多いんですよね。それが出た場合だとアイロリッドの持ち味が生きない可能性はありますし。 でもその丁寧なパターーンでででもももレース展開によってはハマる時もあるとあうことですね。まあ、でもやっぱり融通を利かせるっていうことが大事で基本的にはどっかのタイミングで4コーナーから直線を向いた時に一発でもムチを入れて動かしやすくするだとか最初にもちょっと触れたんですけれどもダービーエポカ道路での戸崎騎手の逃げですねあの好奇情がですね今後の戸崎騎手の乗り方に影響してくる可能性はあるかなっていうふうに思っていて。 もともと戸崎氏はですね逃げに関しては結構丁寧になりすぎたりだとか安定感を欠くようなところがあったんですよね。その理由の一つとしてもともと地方の方でダートで乗っててダートだとある程度感覚をつかみやすいところあるんですけれども芝だとですね反応が良すぎたりだとか急にスピードが上がりすぎたりだとかそういったような一気に足を使っちゃうような感じの馬も結構いますしなかなかその丁寧に。 足を溜めながらペースを上げるっていうことは芝だと感覚をつかみづらいところがあるんですよね。そういった意味でレースによってはっていうような感じが条件戦からありました。特に東京コースだと逃げはあんまり安定しなかったかなっていうところはあったんですけれどもでもダービーでのあのエポカ道路での好騎場ですねあの感じで多分コツをつかんだと思いますし強い馬に乗った時の G1 での乗り方強気の競馬っていうことに関しても だいぶ感覚を掴んでるる可能性があるんですよねで基本的にですねマイルの G1 っていうのは逃げ馬不利なことが多いんですけれどもでも自力があれば問題ないそういったようなところもありますんでそういった中でアイロリッドは人気はそこまでしないんでしょうが穴人気ぐらいだとは思うんですが自力に関してはビクトリア・マイルの時から評価してるように男も相手でも通用する馬ですし先行できる とということは、まあ、逃げ以外の形でも先行できて強気の競馬をできるということはそのパターンだとレースを支配して有利に競馬を進められる可能性もありますし、まあ、反応の悪さというところをカバーするような後半のしぶとさを生かすような競馬ができればやっぱりこのまま NHK マイルカップでも強い競馬をしたことがありますし、まあ、G1 レベルの力は優にある馬ですしここのメンバーでも普通に勝ってもおかしくはない馬だと思いますね。 ペルシアンナイト、ペルシアンナイトのマイルチャンピオンシップ勝ちについては、やっぱりミルコ・デムーロキシの上機場が響いたかなっていうような感じですね。4コーナーから直線にかけて一気に差を詰められるような、そういったようなワープできるような進路を取れましたね。で、しかも前の方にですね、レッドファルクスにクリスチャン・デムーロキシが乗ってまして、そのクリスチャン・デムーロキシが若さを出して、 慌てて内へ切り込むっていうような競馬をして本来ならばレッドファルクスクリスチャン・デムロク氏はプレシアン・ナイトの進路を取れてたんですよねでそこにもし前にいたレッドファルクスが入ってたらプレシアン・ナイトはあの進路を取れなかったんで、まあ、そういった意味での運もあったかなっていうような感じですねやっぱり競馬感ということに関してはクリスチャン・デムロク氏よりもミルコ・デムロクシの方がまだ上かなっていうような感じのそういったところが見えたレースでもあったかなっていうような ところですねでこのペルシアンナイトはですね、まあ、やっぱり能力はあると思いますしあのマイルチャンピオンシップの時と比べて成長もしてると思いますね今回の動きなんか見てても躍動感パワフルさも感じてきましたし、まあ、だいぶ G1 でもやれる感じにはなってきたかなっていうような感じですね。まあ、マイルチャンンピオンシップに関しててはですね京都の外回りとということもあって 空いたようなある程度ごまかすような騎乗がしやすいコースでもありますんでまあそういった意味でも勝てたっていうところはあるんですけれどもまあでもこの東京のマイルですね簡単にはごまかしが効かないようなコースですんで力的にはどうかと思ってたところはあったんですが今のペルシアンナイトはだいぶ力をつけてきてますし瞬発力に関してはナンバーワンとまではいかないんでしょうけれどもでも 器用に立ち回れる馬群の中から抜け出すようなこともできるようなタイプですしうまく内目の方で足を貯めて直線真ん中ところ外を出すようなそういったようなビクトリーロードに近いような進路が取れたら川竹氏も終えるジョッキーですし普通に勝ち負けしてもおかしくはないかなというふうに思いますね。ただこの馬に関してはですね、まあ、自分の走りはできるタイプなんですけれども例えば叩き合いになってのゴール前での一カン二2カでの 強強さ勝負強い足ですねそういったものは持ってないかなっていうようなところがあってやっぱりある程度他の馬たちが止まるだとかもしくは一気にかわせるようなそういったような展開のハマり方をしないとっていうようなタイプでもありますんでこの馬を本命にするっていうのはちょっとギャンブル性が高いかなっていうような感じで強さということに関してはこの馬にはまだ感じられないので能力が だいぶ上昇してきてよくはなっているんですけどもやっぱり一発を狙う立場ではないかなっていうような感じですね。レイヌミノルレイヌミノルはフレッシュだった2歳3歳の時と比べるとだんだんと負わせるところが強くなってきてるんですよね。そういった意味で和田騎手や池添騎手っていうのはあんまり追えるタイプではないんで動かしきれてないんですよね。こここのの仕上がりの方はそこそこ良かかったんでですけれどもでも動かしきれない 追い,切れないっていうような感じが続いててこれももっとしてもおかしくないんですよねで今回に関しても、まあ、多少その足先の筋肉が硬いかなっていうような感じもしないでもないんですけれどもでも仕上がりに関してはそこそこいいかなっていうような感じで能力的にはあっといわせてもおかしくはないというか掲示板以上来てもおかしくはないかなっていうふうに思うんですけれどもでもやっぱり動かせるような位置取り進路取り展開そういったような 展開の方から歩み寄ってくるようなそういったような形ですねジョッキーの腕で何とかするっていうようなそういったようなことは手が合わないんで難しいんですけれども展開だとか一撮り進路撮りがはまったときにはこのままの能力が生きる可能性はありますんでそこには期待できるかなっていうようなところですねウエスタンエクスプレスウエスタンエクスプレスはですね最初に映像を見たときには 外国の馬にありがちなちょっと硬いかなっていうような感じで一瞬のキレに関しては日本の馬場だとどうかなっていうようなイメージが湧くような走りではあったんですけれどもちょっと改めてですねよくビデオを見てみたらこの馬結構強い可能性がありますね。というのはですね4コーナー前後のところを見てほしいんですけれども 大体手応えがよくて自分から進んでいくようなそういったような感じに近いような引っ張り切り切の手応えに近いいよような時が多いんですよね。それを考えると日本のスピード競馬に対応できる可能性もあって確かに切れ味ということに関しては一番劣るかもしれないんですけれどもやっぱり外国の馬っていうのはですねメンタルが強かったり勝負強いところがありますんで。 叩き屋に持ち込んだ場合だとこういうタイプは怖いと思いますね。で、まあ、そういう風にコーナーから勢いに乗れるようなところがある分その分行きたいところに進路を取れる可能性もあってそういった怖さもあるんですよね。ですから全然人気がないんですけれども僕は結構怖いなっていう風に思ってて一発あってもおかしくない馬だと思いますね。そ、まあ、そこそこの末足もあありますしある程度 後半、差勝負ですね。自力勝負に近いような展開になったらなお力を出し切りやすいかなっていうようなところでキャンベル・ジュニアキャンベル・ジュニアはもともと条件馬の時から重賞は勝つだろうなっていうふうに思うぐらいそれぐらい,いい馬で期待してたんですがちょっと調子を崩しまして絞れなかったり筋肉の質が上がってこなかったり動きが良くなかったりっていうようなもしかしたら 年齢的な衰えがあるんじゃないかなという風に感じた時期があったんですよね。ですがここに来てまた調子を取り戻してますね。ぐんぐん良くなってますね。で今回の追い切りを見た感じだと本当に迫力のある感じが出てきましたし、スピードだとか単純な能力ということに関してはここでも真ん中より上のものはあると思いますね。人気はないんですけれどもこのまあ能力は馬鹿にできないと思いますね。 それで前走の k 應杯スプリングカップあのレースに関しても小細工をしたっていうような競馬でもなくて正攻法の競馬でこの馬のスピードと能力が生きたかなっていうようなところもあって結構惜しい競馬をしてますよねですから相手が強くなるとはいえこの馬に関しては相手なりに走るっていうようなそういったような能力主体のタイプということで、まあ、その分瞬発力勝負になるとちょっと苦しいところはあるんですけれどもでも 瞬発力勝負にならなければレースの展開によってはこの間の持ち味が存分に生きる可能性はあると思うんですよね。しかも堀久舎のですねなんかこういったタイプを鍛え上げるっていうところがそういったような優秀さっていうところが出る可能性もあって中身から変わってる可能性もありますし、まあ、今回の追い切りの雰囲気を見たらちょっと怖いなっていうような感じはありますね。で距離に関しては全然マイルも問題ないですしマイルの方がいいぐらいな感じなんで。 まあかなり期待できる状態で出走できるんじゃないかなというふうに思いますし馬場の方もパンパンの方がいいんでこういったようなパンパンの馬場は歓迎だと思いますね、まあ、ただその切り端っぽいところがあったりだとかどうしてもそのスピードと能力である程度立ち回りでなんとかしなきゃっていうところもありますんで足を貯める競馬もできるんですけれどもでもやっぱりそのパンチ不足っていうところ紙一重のところをどうするかっていうところに関してはやっぱり乗り方一つかなっていうような感じがありますね。 石橋騎手は今勢いに乗ってて思い切りのいい騎乗がありますんでその騎乗がはまる可能性はあると思いますね。レッドファルクスレッドファルクスは1200のスプリント王なんですけれども距離はどうかというところで安田記念で構走歴はありますしあとは去年のマイルチャンピオンシップはですねクリスチャン・デムロク氏が若さを出して内へ切り込むっていうようなそういったような慌てた騎乗があって。 もしペルシアンナイトと同じような進路を取れてたら、際どかったと思いますし、距離に関しては問題ないかなっていうふうに思いますね。ただ、そういった中で、一番いい頃と比べて、多少筋肉の質が硬くなったり、動きも硬くなったかなっていうようなところがあって、調教なんか見てもらえればわかりますけれども、後ろに蹴っ張る方がいいんですけれども、その蹴っ張った後に前に戻す、そのスピードですね、一瞬のスピードという躍動感、スムーズさということに関しては、多少、 硬さが出てきたかなっていうようなところがあって、その分前半期の力ほどは期待できないかなっていうふうに思いますね。まあでも能力が大きく落ちたっていうわけでもないですし、切れる足はそんなにはないんですが、明かりのかかるような他のマテじゃ止まるような展開だと、田辺貴史もオイルジョッキーですし突っ込んできてもおかしくはないかなっていうふうに思いますね。であまりバグの中を作っているようなタイプでもないんで、その分 腹をくくって広いところに出すっていうような騎乗がはまる可能性もありますんで押さえておく必要はあるまかなっていうふうに思いますね。モズ・アスコットモズ・アスコットは、まあ、賞金が足りないということで連投覚悟で先週使って2着っていうような感じですね。で結果的に藤沢一夫級者の3頭が直前回避ということで出走できたんで使わなかった方が良かったかもしれないんですけれども。 まあでもそこは陣営の方はポジティブに考えて連投の方がいい方向に向く可能性があるんじゃないか気合いが乗るんじゃないかっていうふうにスイッチが入るんじゃないかっていうふうに捉えようとはしてるみたいですね。でそういった中でですね僕はどう思うかっていうところで連投っていうのはですね僕は結構もっと多様してもいいかなっていうふうに思ってるぐらいで、まあ、連投とまではいかなくても 中一周の使い方っていうのは結構使ってもいいなっていうふうに思っててというのは一旦緩めててまた作り直すっいいうのはま結構難しいんですよねですから厩舎間によってレベルの差っていうのは大きく出やすいようなところがあってまあその分連投だとか中一周だとかそういったような使い方をすると軽めの調整をして馬の方がある程度自分から作ってこれるっていうようなところがあるんですよね。 まあそういったような使い方の方が厩舎によっては安定する可能性がある馬によっては安定する可能性があるっていうようなところですね、まあ、でもやっぱり詰めて使って疲れが残るような感じだとか気持ち的に切れるような馬はいると思いますんでそういったような馬については馬によって考えなきゃいけないんですけれどもそれで今回のモザ・アスコットの連投については問題ない可能性が高いんじゃないかなっていうふうに見てますちょっと追い切り映像が販路なんで 正面からに近い映像で基本的には状態っていうのは横から見た方がわかりやすいんでわかりづらい映像の反応ではあるんですけれどもでも足の動きなんか見てても肉付きなんか見てても悪くなさそうですしある程度いい仕上がりで出走できる可能性は高いんじゃないかなっていうふうに見てますねまあやっぱりパドックを見てみないとわからないんで何とも言えないところはあるんですけれどもでも 最初大喜利の映像を見た感じだとそこまで大きな問題があるっていうふうには見えなかったですね。でこの間に関してはやっぱりルメールメが乗るっていいうことは大きいですよね基本的にはですねどちらかというと右回りの方がいいかなっていうような感じで左回りのレースを見た感じだとまあちょっと切れ味ということに関してはそんなには期待できないかなっていうようなところでもっといい足を使う馬はなんとかいるかなっていうのが今回のメンバーですね。でも この馬に関しては先行できたりだとかポジション取り立ち回りの融通が利くっていうセンスの良さがありますんである程度ワンペース気味になったりもしくは後半ワンペース気味になれば乗りやすいところは出てくる可能性はあると思いますねリアルスティールリアルスティールはドバイ帰りなんですけれども仕上がりの方はかなり良さそうですねちょっとこの馬は当てにならないところがあってギャンブル性は高いんですけれども つ、まあ、掴みづらいところも愛嬌かなっていうふうに思いますし、まあ、この馬のファンの人たちについては負けても好感を持ち続けるっていうようなそういったような良さはあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で僕はですねこの馬は不器用なんで最高峰に近いところから直線だけの競馬そういうような競馬を続けていけば安定すると思いますね。で中段あたりにつける場合でもなるべく内面の方前に壁を作りながら回ってきて。 そのパターンでもなるべく直線だけの勝負ですねそういうような極端な競馬をした方が安定はする可能性高いと思いますねまあ、もうちょっ距離があった場合だと逃げてみても面白いかなというふうに思いますしいつかやってみてほしいなというふうに思いますね能力的にはここでも上位の馬ですしハマった時には勝ち切る可能性はあると思いますただそういったような不器用なところだとか当てにならないところそこをどこまで信頼できるかっていうところで まあ本命にしても面白いまではあるんですけれどもちょっとやっぱり信頼性ということに関しては他の馬たちの方がっていうような感じで連したもしくは重くしてもタわなぐらいかなっていうような評価ですね。ヒーズ・イン・ラブヒーズ・イン・ラブについては前走はちょっと過小評価しすぎて反省してるんですけれどもまあでもレースレベル的にもあとは立ち回り的にもうまくいったかなっていうところもあって。 まあそういった意味でここはちょっと相手が強いかなっていうふうに思いますしこの場自体仕上がりがあんまり良くないですね前走の時はもっと体全体が柔らかくて躍動感があって一瞬のキレもあったんですけれどもちょっと今回は動きが硬いですね叩いて変わればっていうような感じですねこのメンバーで東京コース軽い馬場でもありますしあんまり左回りでの瞬発力勝負が合うっていうタイプでもなくて東京で実績もあるんですがその時っていうのはうまく 足を止めてはまったっていうような感じもありましたんで基本的にはこのメンバーで瞬発力勝負だと苦しいかなっていうふうに思いますねまあでもスピード勝負ですねワンペース組の競馬になった時っていうのはそういったところが多少埋める埋まることがありますんでまあそういった場合にはなくはないんですが、まあ、基本的には厳しいと思いますねブラックムーン ブラックムーンについては、まあ、素質は高く評価してるんですけれども気象的に本気で走らないところがあってその分素質を存分に生かすっていうような感じの成長の仕方はしないかなっていうところですねでも、まあ、前走は良くなかったんですけれども今回に関しては力強さは増してますし前走よりかは良くなってるかなっていうふうに思いますねでもそういった中で、まあ、切れ味タイプではなくてじりじりと足を使うっていうような感じで ある程度前が止まるとかそういったような感じじゃないとっていうタイプの追い込み馬なんで、まあ、ちょっと今の軽い馬場の東京レース展開的に簡単には他の馬たちが止まらないことが多いコースですんで相当はまらなければっていうような感じですね。でこの馬に関してはですね多分オーストラリアとかヨーロッパに移籍したら相当期待できると思いますね。 多分ああいったような力のいる馬の方がいいでしょうし、あとは外国の方が追えるようなジョッキーが多いようなところですね、そういったようなところだと馬にスイッチが入る可能性あると思いますし、まだ年齢的にやれる馬ですし、そういったようなことを考えてみても面白いんじゃないかなというふうに思いますね。特にオーストラリアの方なんかは日本馬活躍してますし、この馬は結構トップクラスの活躍ができる可能性あると思いますね。まあ、そういった意味でも種馬にはしてほしいなというような、ちょっと馬体面だとか、 雰囲気的に期待できるるとところはあると思いますねリス,グラシュリス・グラシュの前奏ビクトリア・マイルは惜しかったですね。ちょっと運がなかったですね。外枠だったんで一旦下げてうちに入れるっていうような形でそれで届かずっていうような感じですね。でちょっと中途半端にババが悪くなりまして雨が降りましてその分切れ味を削がれたっていうようなところがありますね。まあ、他の馬たちは差し届くような感じはなかったんで。この馬が あれだけののの足を使ってきたっていうのはジリギリの証明かなっていうよらう、ね、この間はですね2歳の時は切れ味があったんですけれども3歳の時はですね調子を崩したみたいでそれでなんかじりじりとしか足を使えないような感じになったんですが、まあ、そういった中でも3歳でも安定して走ったっていうところはこの馬のメンタルの良さ競馬に行っての良さかなっていうような感じでまあああいうような感じだったんで。 逆にっったたババののレーズがあったっていうのは良かった可能性ももあるかかないいう,ふうにも思いますすね。ですから今はですねアメババはこなすんですけれども今もこなすんですけれどもでもどちらかというとパンパンの量の方が切れ味が生きて競馬しやすいと思いますねですから今回は待望の量馬場でっていうことでチャンスはあると思うんですがでもやっぱり今回は相手が強いんでそう簡単な競馬にはならないと思いますね。 でこの馬が良くなったのは阪神牝馬ステークスですねあの時に馬がガラッと良くなってましてパワーもつきましたしさらにパワーの中でも切れ味もあるというようなそういったような本当にバランスのいい馬になりましたし、まあ、ここまで信頼性の置ける牝馬レースに行っていい牝馬っていうのはなかなかいないんで、まあ、久しぶりに出た本当にいい牝馬だなというような感じはありますね。 初くらいの勝負強さだとかメンタルの良さというところも出て、まあ、本当になんか火の打ちどころがない馬にはなってきたかなというふうに思いますねで、また外枠を引きましたねで、今回の外枠に関してはまあ、土曜の競馬を見た感じだとレース展開によってはそんなに響かない可能性はあるんですけれどもやっぱり他にも強い馬たちいますんでそういった意味でもまあ、どこからでも突っ込んで来れるっていうほど リス・グラッシュの末足が際立っているわけでもないのでやっぱりレース展開と立ち回りがはまるかっていうような力関係にはあるかなっていうような感じですねもちろんここのメンバーの中で十分通用する上位仕事には入っているとは思うんですけれどもそういった中でこのままゴール前での勝負強さが生きるようなそういったような尻の取りができるかあとは切れ味が生きるような足が止まるような競馬ができるかっていうようなところですね。 でも多少ロスがあっても一生懸命走るようなところもありますし武豊騎手なんでやっぱり期待したいですし相手は強いですけれども今回は人気がないんで人気がナ人気ぐらいなんでサングレーザーサングレーザーはですねもともとは足を貯めて切れ味を生かすっていうような感じでイメージとして華奢なイメージがあったんですよねその分ですね東京のような 坂のあるしかも長く足を使わなきゃいけないようなコースだと良いイメージが湧かなかった感じで京都の外回りですね空いたような平坦の切れ味が生きるようなコースだとベストなのかなっていうような感じなんで基本的にはマイルチャンピオンシップだとかあの辺のレースの方がチャンスはあるかなっていうふうに思いますし実際に前走のマイラーズカップで阪神外回り 1600m でいい競馬をして勝ちきったっていうような感じも見ても 相手の競馬が合うのかなっていうところはあるんですけれども、でもこのマナリにですねパワーをつけてきたかなっていうような感じでパワフルさが増してますんで、その分東京コースでもある程度やれるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、でもやっぱりですね東京コースだとですねもっと一瞬の足があるタイプの方がいいかなっていうような感じでサムライズ確かに。 切れ味のイメージはあるんですけれどもでもマイナスカップに関してはですね坂の下りを利用して勢いつけてそれで篠取りもどハマりしたかなっていうような感じでまあそこまですごい切れ味を使ったっていうイメージはないんですよね、まあ、坂の下りを利用してスムーズにビクトリーロードを歩んでっていうような感じでそれがはまったっていうような感じもありますんで。 まあどっからでもロスがあっても突っ込んでくるっていうようなそういったような切れ味を期待できるかというとそこまでの感じはまだないですねまだないというか多分今後もないと思いますねでそのフットワークに関してもですねちょっとやっぱりですねマイル以上を使っている馬たちの方がですねスケールは大きいんですよねその分 ここのメンバーに入ると末足に関してはそこそこっていうようなイメージにしかならないかなっていうような感じでですからやっぱり立ち回りだとか位置取りだとかそういったところがうまくいくか展開がはまるかっていうようなところの力関係だと思いますね。その分今回ものすごく人気してるとは思うんですけれども僕はそこまでここのメンバーで人気するほどの馬ではないと思っていて。 やっぱりもっとスケールの大きな馬長く足を使える馬もしくは切れ味のある馬っていうのはいますんで東京コースということを考えるとこれは人気すぎだなっていうような感じがありますね、まあ、でもこの馬自体充実してて本当にピークに近いような仕上がりで出走できると思いますしそういった意味でなないいいとは言い切れないですね。普通に練習したクラスの力はあると思いますんでそういった意味でも手広くなら押さえておく必要がある馬かなと思いますね。 ウィン,ガニオン・ウィンガニオンはですね、まあ、やっぱりいい頃と比べるとうまく後ろの方ですね後ろの可動域の広さっていうところが出てこなくなったかなっていうような感じで、まあ、ちょっとこじんまりした太枠にはなってきたかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、でも今回追い切りを見た感じだと今のちょっと硬くなったウィン・ガニオンにしては仕上がりは良くなったかなっていうような感じで確実によくはなっているかなっていうふうに思いますね。 でまあ、その動きが小さいということに関してはですねスピード勝負に持ち込んだ場合だと多少はそんなには響かない可能性もありますんでですからいかに平均ペースもしくはハイペース前半落ち着くようなペースになっても後半ワンペース気味にまとめるそういったような工夫ができればいいところ見せ場ある可能性はあると思いますね。最後ににの,の買い方につい方つてなんですけれども 本命馬の副賞意外とつきますね2.5倍以上っていうような感じが今なんである程度集めに行って副賞で回収率も上げたいかなっていうような感じですね、まあ、単賞に関しては9倍か10倍ぐらいでまあその記念馬券じゃないですけどまあ一応取りたいっていう気持ちはなくはないんで100円でもっていうような感じですね 生まれに関してはですね、まあ、リス・グラッシュあの人気ぐらいで人気があんまりないんで手広くいけるということでリス・グラッシュにしたっていうところもあって、まあ、スワーブ・リチャード本命にして生まれんで6点7点とか勝ったらそりゃちょっと予想しちゃどうかなっていう感じなんで、まあ、やっぱりリス・リスグラッシュなら広くいけるかなっていうような感じでで、まあ、スワーブ・リチャード相手は生まれん16倍、まあ、スワーブ・リチャード相手でもそれぐらいつきますんでこの馬たちについても 20倍台が2頭ですかねサングレーザー相手とペルシアンナイトで、まあ、サングレーザー本戦じゃないんで、まあ、抑えに近いような感じになりますんでそれだったらまあ100円で抑えておいてもいいかなっていうような感じでペルシアンナイトはですね、まあ、ちょっと微妙なんですよね、まあ、もちろん能力的には食い込んできそうだなっていう感じはあるんですがただその。 上位3頭っていうような評価をできるかというとそこまでの決定打がないタイプの馬なんで、まあ、この辺に関しても20倍台ならまあ抑え程度回してもいいかなっていうような感じで他の馬たちを多少集め100円を200円にするだとかそういったような感じでいきたいなっていうふうに思いますねで穴馬としてのウエスタンエクスプレスですねウエスタンエクスプレスに関してはまあちょっと単勝100円でも抑えてそれで ススグラシュ、アイロリリッド、スワブリチャードこの3頭相手には100円ずつでも抑えててもっていうような、まあ、まあ100円まあその2、まあ、度軸みたいになっちゃうんでまあ、それもどうかなっていうようなところでまあ、ウエスタンエクスプレスからはその100円ずつっていうのはワイドにしますねやっぱり人気のない馬でまあ、基本的にはリス・グラシュの馬連で取るっていうような気持ちで。 そういった中でウエスタンエクスプレスが3着か2着に来たら、ちょっと足しにもなるっていうような、そういったような感じで、ワイドで行こうかなっていうような感じですね。ですから基本的には生まれに関してはリスグラッシュー1等軸っていうような形で、そういったような強弱をつけるっていうような感じで行こうかなっていうふうに思いますね。で、それで僕は手広く行きたいっていうのはですね、それだけ混戦だっていうことです。ですから皆さんはですね、ここは本当に本命にしてもいいような、いっぱいいますんで、まあここは、 いろいろと買い方ありますんで、そういった楽しみ方をしてほしいなというふうに思いますね。以上です。吉本興業 ABCDEU 加減というコミの東野郎と申します。失礼します。